い、皆さんこんにちは、スイコカワタラのカブテです。こちらヤクの毛を使ってアームウォーマーを編んでおります。木の作り目で終わってしまってたんですけれど、実はねその後結局ね針を変えました。これアディのユニコーンを使っております。作り目を終えてで輪にしてマジックループで編み始めた時になんかね最後の2目だけをねポロッと落としてしまいましてね、で復活させようと思ったんですけどうまくいかなくって、結局いいってなって一回もう全部針から下ろしてしまって、ほどいたんですね。で、あ、もうほどいちゃったしもういいかと思って新しく針を変えて、でまたもう一度作り目をして編み始めております。で今これちょうど5段目ぐらいかな、作り目をして1段普通に表目で編んで3段目で、1回裏目をしまして、今2段表目を編んでいるところです。で次の段ぐらいからこっちの黄色い糸を入れて編み込み模様っていうんですかね、そういう編み方をしていこうかなと思っております。ではね今日も編みながらまったりとお話をしていこうかなと思います。では今日は何のお話ししましょうかね。今日はね雨降っています。明日から学祭が始まって、今日はね学祭前夜祭っていうことでね、前夜祭もなんかイベントがいろいろあるみたいなんですけれど、6年生のうちの子たちはもう学祭には今年参加できない参加できないということで、今日は午前中でもう帰ってくるみたいです。午後からねいろいろとガチャガチャとにぎやかになってくるので、もう帰ってきて家庭学習っていうことになるみたいです。で明日はですね、1日も家庭学習、学祭には参加してはいけませんということになっているらしくって、かわいそうにね明日はね学校ないんだよっていう風に言ってました。そして日曜日は一応朝から行くことになるのかな、通常の登校の仕方になるのかな。で一回朝から行くんですけれども、午後からは模擬店とかを見て回っても構わないっていうことですね。結局学校に行ってても学祭が賑やかすぎて勉強にならない、気が散ってしまうっていうことで、昼からはちょっと羽伸ばしなさいっていうような感じになってるみたいですね。あれちょっとおかしなことになってるぞ、マジか。右の糸と左の糸間違えて、左の手の方を編まないといけない糸で右の方を編んでしまいまして、一段ほどくことになりました。なんてこった。まあほどくのもね楽しみの一つ編み物はね簡単にこうやってほどけるのでいいですよね。その点いいね親はね、ほどくとなるともうなかなかに大変なので間違えられないんですけれど、編み物のいいところはね、間違えたと思ったらほどいてもう一度やり直すことができるっていうのがねいいところですね。人生と一緒です。人生も間違えたと思ったら一回元に立ち返ってやり直すことができるんですね。いいね親の方はね、一回編んでしまうとなかなかほどけないっていう、言霊と一緒だなっていうふうに思ってるんですね。口から発してしまった悪い言霊っていうのは訂正しようと思ってもなかなか訂正できないっていうね、そういうところありますよね。気をつけて慎重に編まないといけない、言葉もね気をつけて慎重に相手を傷つけないようなものを選びながら喋らないといけないっていうところがあるかななんて思ってます。あ、深いな私の言葉、深いな、人生深いなあっさー、ちょっとね一段こうやってほどいていきます。はい、一周ほどきました。今度こそねちゃんと間違えずにこっちで編んでいこうと思いますもうまるまるやり直しですね、まあ、しょうがない、そういうこともあるさ。一周編み終わったら次ね色変えて編んでいこうと思ってます。何の話しようと思ってたか、まるっきり飛んじゃいましたね。そう、まあお天気がね文化祭の間2日間晴れればいいなという話ですね。育友会の方のねブースに私立ってると思いますので、分かる方は来ていただいたら、多分その辺にうろうろしてると思いますので、まあ、今年はね一箇所にずっと張り付いて頑張らなあかんってことないのでね、多分暇にしてると思いますので、ぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。今日はね晩ご飯ね娘からちょっとリクエストが出てまして、トルコピでトルコ風のピザ焼いてほしいっていう風にね注文を受けてるんですね。
ちょっと雨模様だから、オーブン使いに母屋から離れの方に歩くっていうのね、ちょっとめんどくさいなと思うんですけれど、まあリクエストしてくれてるのでね、作らないわけにいかなくって、だから午後からねお買い物に出て必要なもの買ってきて、生地こねて作ろうかななんて思ってます。なんていうのかな、うちの子ね、小さい頃から私がトルコ好きなもんですからね、トルコ料理の本を買ってきて、でそのレシピ本を見ながらねトルコ料理作るわけですよ。多分ね、和食作る回数、焼き魚とかね、そういうの作る回数よりもトルコ料理作ってる回数の方が多いんじゃないかななんて思ったりするんですね。それって体の健康のためにどうなんと私自身も思うんですけどね。もしかしたらお袋の味って言った時に、お母さんの作った肉じゃがじゃなくってトルコピデみたいなね、そんなのをお袋の味なんていう風に思っちゃってるんじゃないかなと思って、ちょっとだけ怖いですね。なんだろう、味覚がちゃんと育ってるんだろうかって心配になっちゃったりします。やっぱり日本人の味覚って本当にね、世界的に見ても繊細で、旨味っていうのを感じる能力があるって言いますのでね、まあ、そういうところも、どうだろう、私の料理の仕方でちゃんとね育てられたんだろうかななんてね思ったりします。だから孫がね、おばあちゃんの味って言ってトルコ料理を私の味だと思ったらそれはそれでまあ面白いかもしれないんですけどね、なんちゃってトルコ料理ですよね。日本人が日本人の舌に合うように調理したトルコ料理、ピリ辛の辛みとかをちょっと抑えつつ、でトマトの旨味なんかをねこう引き出して作ったような、そういうトルコ料理、なんちゃってトルコ料理ね、我が家では家庭の味になっております。それでね、近くのちょっとしたショッピングセンターがあるんですけれども、そこのところにね、今度はベトナム料理のお店ができました。フォーとかバインミーって言うんでしたっけ、パンにお肉とかお野菜とかを詰めたサンドイッチみたいなのね、そういうのを出すようなお店ができたんですね。で一回そこ買いに行って食べてみました。バインミー500円600円ぐらい するんですけれども、食事としてしっかり食べられるようなファーストフードになってました。ベトナムの方もねすごくねスタイルよくって健康的でね、なんていうのかな、ファーストフードなんだけれどもちゃんと栄養バランスが考えられているようなものが取れるなっていうふうにね思いました。そこのお店、ベトナム人の留学生の子がやってるんじゃないかなって思うんですね。何年前だったかな、もう結構 4,5 年前になるかなと思うんですけど、私がこの YouTube 始めるよりも前ですね、ベトナムから留学生の子がね、うちに1回だけなんですけれどもホームビジットという形で我が家の家庭にやってきてくれてね、で本当はこっちがお料理を作って振る舞わないといけないのにね、なんとベトナムの子たちが材料、ね、材料費は私出しましたけどね、材料買ってベトナムのお料理をね作ってくれたんですよね。その時は生春巻きだったかな、でうちの子が甲殻類アレルギーがあるっていうことでエビが使えないっていうことでね、それだったらっていうことでエビの入らない生春巻きをね、彩りも考えてね、綺麗な彩りで作ってくれたのを覚えています。あれ美味しかったな。ライムがねなかなか手に入らなくって、今日もスーパーでね探しまくったんですけれど、結局ライム手に入らなくって、でじゃあレモンでね代用しよっかっていうことでね、本当の味じゃないけれどって言って作ってくれたのを覚えてます。で魚醤みたいなの使いますよね。でそれも、ベトナムの魚醤とタイの魚醤となんか違うらしくって、タイの魚醤はあるんだけどベトナムの魚醤がなかなか見つからないって言ってね、散々探し回って結局あったんですよ。でそれを買うことができてね、ちゃんとベトナムの味になるって、結局私にしてみたらベトナムの魚醤もタイの魚醤も味の違いがあんまりよくわからなかったんですけどね、作ってくれたの覚えています。それではですね、この段からいよいよ編み込み模様を入れていこうかなと思うんですけど、もう久しぶりなのでうまくいくかどうか、うまくいかなかったとしてもね多めに見てください。本当久しぶりなのでもう最初探り探りいきます。
2目2目の市松みたいな感じでね最初やっていこうかななんて思ってます。あまり難しい柄は編めないので簡単なものからやっていこうと思っています。これでよかったっけ。もう右手にかけた糸のかけ方とか私もうだいぶ忘れてます。こっちからこうでよかったでしたっけ。こっちからこうでしたっけ。違うな、なんか違うな。こうですね。これで合ってますよね。ちょっと待って、こっちからこうですよね。違かったらコメント欄で違うよって言ってください。後でコメント欄見返してね、あそっかって言って勉強しますので、これライブだったらね、ライブで言っていただけたら一番いいんですけどね。なんかこんな感じじゃなかった、ちょっと前にやってた時こうだったかな、分かんない、覚えてない。でもし間違ってたらまたねほどいてやり直すので大丈夫です。そうでね、今日も結構雨が降る前後蒸し暑かったんですけれど、なんだろう、日本がこう熱帯化してるような気がしませんか。皆さんそんな感じないです。もう気候がね、これまでの温暖湿潤気候っていうんじゃなくって熱帯性気候に変わっていくんじゃないかなと思ってね、ちょっとね危機感覚えてるんですけどね。蜂を今年夏場結構見てたんですけれど、そうするとねやっぱりね蜂の世界もね、もうそういう気候の変化っていうの、そういうのが顕著に現れてきてるなーなんて思ってます。今年ね本当に巣落ちが多かったっていう風に聞いてます。あっちこっちでね普段の年と同じように日よけをしてやっているのに、結局巣が溶けて落ちてしまった。ミツバチの巣っていうのはね、蜜ろ、ろうでできているので50度60度ぐらいの温度で溶けて落ちてしまうらしいんですね。なので巣箱の中の温度が上がりすぎてしまってね、ミツバチの巣が溶けて巣落ちしたっていうような報告ね、いっぱい聞きました。去年よりもだいぶ多かったっていうふうにね聞いてます。でそれからスズメバチですね、スズメバチもすごく多いっていうふうに聞いてますね。春に女王バチを駆除したところっていうのはスズメバチ来てないっていうふうにね言ってはるんですけれどね、私それってちょっとねやばいことなんじゃないかなって、なんていうのかな、短期的に見るとオオスズメバチの女王バチを駆除してね巣を作らせなかったから秋になって働きバチの飛来がなかったっていうのをいいことのように思えるかもしれないんですけれど、実はね今外来のツマアカスズメバチだったかな、外来種の大きなスズメバチがやってきているんですよね。でこれが今ちょっと問題になってまして、対馬の方からだんだんに北上してきているっていうようなことも聞くわけなんですね。熱帯とかに似てるようなハチらしいです。でね、このツマアカスズメバチ、これねやっぱりオオスズメバチなんかと似たような生態を持ってるらしいんですけれども、今のところねまだ本格的に本土に広範囲に広がっているわけではないらしいんですね。対馬とそれから九州の一部ですねにとどまっているらしいんですけれども、まあ、これがね勢力を拡大して本土の方にねやってくるのもそんなに遠い話じゃないんじゃないかって言われてまして、でこれをね食い止めてくれているのがなんと日本在来のオオスズメバチだなんていうふうに言われています。なのでね、まあ、オオスズメバチを巣から根こそぎ駆除してしまうと、この外来の蜂の防衛線っていうのが崩れてしまうっていうことになってね、日本の養蜂、日本ミツバチであるとか、まあ、日本にいる、産業用のね西洋ミツバチとかね、そういうものに大打撃を与えるんじゃないかっていうふうにね言われてまして、オオスズメバチもそれ自体が悪者なのではなくて、あんなね怖い顔してますし、刺されたら命に関わるようなね怖い一面もありますけど、それそのものが悪者なのではなくって、それは人の家の軒先とかに作った
巣に関しては駆除しないといけないかもしれないんですけれどもね、自然界、山の中、人の立ち入らないようなところにあるような巣までね、駆除する必要はないんじゃないかななんて思っています。またね、このツマアカスズメバチのことに関してはね、別の動画でちょっと喋らせてもらおうかなと思っています。はい、今日はこの辺でちょっと一旦置こうかなと思いますちょっとね、動画外のところで編み込み模様をしっかり練習しておきます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。